どうも、エルザです。それでは、ウォッチドックスエリギオンやっていきたいと思います。さて、今回は、やっとね、おじいちゃんが、戻ってきたんでね。いつでも完全に死亡する可能性がある。これすごいよね、パッシブね。絶望的。ある意味自然ロスとか。まあいい年だもんね、おじいちゃんね。じゃあブリーフィングやっていきますかね。ポチッとな。ナイジェル・キャスについて分かっていることをお伝えします。彼はテミスプロジェクトとやらを指導するつもりです。プロジェクトに関する情報が不足していることは懸念すべき点ですね。キャスは法の執行から人的要素を排除したがっているようです。それとタイデスとも組んでる。これがまずい。タイデスは知ってるな。タチが悪いぞ。自立武器に人が標的のアルゴリズム。つまりタイデスは秘密計画についての情報をつかむ手がかりなのですが、そのセキュリティは厳重です。ヘイミッシュが興味深い解決策を提案してくれました。新しいマイクロドローンがある。奴らが開発したものだ。こいつの設計図を手に入れてこい。そうすればあとは自分たちで作れる。タイディスのセキュリティ用だな。そうだ。そいつらはすごく小さい。アルビオンの他のドローンのメンテナンス用に作られた。他の奴には無理な場所へも行ける。まあそんなところですかね。次はアルビオンのドローン製造研究所に侵入し、設計図を入手しましょう。それで侵入用の小さなガジェットが手に入る。よし、すぐ場所を送ろう。気をつけろ。おもちゃを譲る奴はいない。よし、じゃあ行くか。マイクロドローンか。さあ場所は？ずーっと行って、ここ。じゃあ近場飛んで、という感じか。さあ、雨のロンドンか。雨降っても綺麗だよね。やっぱ光か、ネオンとかそっちが綺麗なのか。さあ、ちょっとね、今回のおじいちゃん、名前何だったっけ？ジェンズだね。リベンジといきますか。ジェンズ・ラーセン。すいません、やらかしました。やらかしました。近くなってやらかしました。さあ、とりあえずマック。誰か目標を確認できた？本部に戻る。よし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 。危ない危ない。よし、戻るよ。うー、危ねえ。危なー。川にドボンやったわ今の。あ、行かれてるね。それは行かれてるって言われてもちょっとおかしくないレベルだね。数学者。
します。リスクの高い時間帯は公共の場に行かないでください。ちょっとごめんね。おいおいおい。おいおいおい。その当たり方あるか。まあまあとりあえず戻ろうか。いやこのコーダーね。設計図を盗むって言ってもな。アルビオンのドローン施設に接近中です。こちらではマイクロドローンが開発されています。来た価値があるといいが。後悔はしないはずだ。まずは研究開発ラボのセキュリティを解除する必要がある。ああ、警備員がいるんだね。タレットか。これはさすがに中はつらいな。アルビオンあ、これか CT ドローン。でもこれじゃないか。マイクロじゃないからこれではない。中入れるか。あ、いけた。よし、荒らした。で、誰もいないわ。ハイジャック、上から行くのもありっちゃありか。やつだね。よし、オッケー。まあどっちも壊れればぐらいの。勢いではあるからね。はい。そこ開けて。これは中だよね。まあね、標的は、まあ、中に来てないからね。これが狙い目かな。なんかすっごい音するんだよな。よし。停止できないのか。ダッシュダッシュ。そういう感じか。
ちなみに、乗った状態で、いいね、おびき寄せ成功。よし、とりあえず一つ壊れた。おお、マジか、マジか、それバレんの。やばい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 、おじいちゃん。うん、だと思う。確実だと思う、それは。いやー、変えていこうか。いやーね、車乗っててどうなのかなと思って、バレるのか。嫌な予感がする。ステルスではないんだね。仲間は空にある大きなセーフハウスに旅立ってしまいました。上いるな。いや、注意は引いてる。よし、研究開発ラボのセキュリティが停止しました。マイクロドローンの計画書は中にあるはずです。おい、ちょっとおとなしくね。で、設計図を盗まないといけないんだけど、下か。さらに下。よし、飛び降りていけるか。お、でとりあえず閉めといて、これで OK かな。設計図は、設計図をダウンロードしました。お好きなタイミングで退散してください。了解。お、いいのあるじゃん。
まあ、ハイジャックしたところでなんだよな。いやー、尊い犠牲だったわ。こうかで、曲がって出ると、よーし、さあ無事脱出。設計図も入手できたことですし、これで私たちも独自のマイクロドローンを作成できます。急げバグリー、今すぐにでもタイデスに入らないと手遅れになる。ナイジェルがテミスプロジェクトを始動する前に阻止するんだ。奴の言った通り、残された時間は少ない。時間は少ないか。じゃあ次行こう。レジスタンスの戦闘員もなかなか板についてきただろ。簡単に命を落とす、あるいは能力が不足しているのであれば、そもそもあなたがデッドセックに勧誘されることもありません。そりゃ褒め言葉だって思っとく。私はバグリーの正直な物言いを評価しているの。あなたもすぐになれるわ。さあ獣の腹へと行くか。ちなみにどこ？ずーっと下。あ、意外と。採用候補を発見しました。マップ上にマークしておきます。さあ近場に来たね。抗議デモリーダー、結構ねこのデモリーダー欲しいんだよね実は。このまままっすぐかな。アプリ開発者。ほう。マイクロドローン1号機のテストに成功しました。なんとまあ可愛らしいですね。セバスチャンと呼ぶことにします。さあ潜入開始だ。ついでにナイジェル・キャスの最先端のおもちゃを没収しよう。そもそもテミスプロジェクトなんて名前一体どこから取ってきたんだ。ギリシャ神話ですね。テミスは神の裁きを司る女神です。剣を持っているやつですよ。いかにもナイジェルって感じだな。学校というのは社会不適合者の受け皿としてだけでなく、こうした知識も教えてくれる有益な場です。ともかく施設の図面を手に入れてください。テミスプロジェクトの場所を探り出します。じゃあ普通にスパイダーで行くか。はい、テイクダウン。で忍び込もうかな。やっぱ正面そんな感じだしね。うん、これはやばい。さっきの場所以外は、ハッキングするか。これはまた中だもんね。
おお、おおおおおお、鎮圧ドローンか。あれ、鎮圧ドローンはまだハイジャックできないんだっけ。あ、いや、これでやっと来たね。これで鎮圧ドローンはこっちのものと、あー、スパイダーボット出すか。ま、これはただ二段ジャンプできないんだけどね。大丈夫かな。とりあえずまずインタラクト、うん、で次はあー、索敵特化だから壊すこと、倒すことできないのか。ダメか。うーん。カメラを確認して特定できるかも。なかなかちょっと今回手が焼けるね。鍵が欲しいよね。あ、これかマイクロドローン。かっこいいね。この状態だね。ロボット研究家。よし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 、クロークがあるだけでだいぶ助かる。ダウンロード。
で、あの上が通れるようになると、バンサーがいるね。こんなもんかな。あーで中に入っていかないといけないわけか。あーはあはあ、あれでもどうやってそこ上からか。さすがに違う、まあ、一旦戻って、さあ、オッケー。テニスの文字はどこかにないか探して回れ。やろう。ゆっくりお休み。さあ、ハッキング。テミスのような最重要機密を隠すなら最下層の金庫室でしょう。たどり着くには厳重なセキュリティを突破しなければなりませんね。セキュリティ突破したか。テミスが置かれている保管庫につながるエレベーターはロックされています。使用するにはバイパス端末にアクセスする必要があります。スパイダーボットを用意してください。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。ちょっとね、またまたありそうな感じなので今回ここまでとなります。次回はまた、そうだね、保管室に侵入してとドローンを奪っていこうかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。